40歳以上で高齢出産した女性芸能人年齢順ランキングトップ19。近年では30代後半から40代で結婚する方が男女ともに増えてきていて、それに伴い出産年齢も上がっている模様です。芸能界にも高齢出産された方が多くいらっしゃいます。今回は40歳以上で高齢出産をした芸能人有名人を年齢順にランキング形式でご紹介していきましょう。第19位、財前直見。出産年齢40歳。女優の財前直見さんは2003年7月11日にドラマプロデューサーの本間大彦さんと結婚。そして2006年12月7日、財前さんが40歳の時に都内の病院で第一子となる男児を出産しています。財前さんは所属事務所を通し、ずっと待ちわびておりましたので喜びもひとしおでございますとコメント。これを機に2007年に郷里の大分市に移住しています。移住の背景には女優でなく人間として子供と向き合いたいという気持ちがあったそうです。また新しい生活では畑作業もしているそうで、息子には父が自分で作っている採れたての美味しい野菜を食べさせたいと思いましたと語っています。第18位、杉山愛。出産年齢40歳。日本人女子最後の全英シングルスベスト8進出などの記録を持つ元女子プロテニス選手の杉山愛さん。2011年11月に6歳年下の会社員蒼さんと結婚しています。そして3年間の不妊治療を経て40歳で第1子を出産し、46歳で第2子を出産しています。不妊治療を行いながら流産も経験したという杉山さんは、45歳での予想もしていなかった自然妊娠に対し喜びよりも驚きが大きかったといいます。蒼さんは家事も育児も率先して楽しみながら協力してくれているようで、このような環境であることに感謝しているとコメントしていました。第17位、山下久美子。出産年齢41歳。関東小町ドキなどで知られる歌手の山下久美子さん。歌手の布袋寅泰さんと離婚してから3年後の2000年、山下さんが41歳の時にシングルマザーとして双子の姉妹を出産しています。子供の父親は久しぶりに再会した独身の知人とのことで詳細は公表されていません。結婚しなかった理由は別の尊い絆で結ばれているように思えるからだと語っていました。赤ちゃんについては予定日より2ヶ月ほど早く生まれたそうで、出産時それぞれ 1556g と 784g で大きさも違っていたそうです。退院後は双子が交互に目を覚まし、ミルクを求めて泣く夜が続いていたと双子育児ならではの大変さを明かしていました。また子供が小学校に入ると積極的に学校へ出向き、ママ友との交流も図っていたという山下さん。 PTA 役員を2度も務めたそうですよ。第16位、酒井真希。出産年齢41歳。女優の酒井真希さんは2009年10月1日に写真家の鈴木伸さんと結婚。2011年8月18日、酒井さんが41歳の時に第一子を出産しています。妊娠中は東日本大災害の渦中にあり、この国がこのような事態に見舞われているその最中に生を授かるということ、この子は来るべき時代のために皆様と共に力強く進んでいく命と妊娠中にコメントしていました。出産後は自分が生きていくのも大変なのにもう一人の命を預かるなんてと消極的に思っていたことを打ち明けた上で、親になってみたら感動と学びの毎日に感謝せずにはいられません、2度目の人生を歩ませていただいているような気がしますと子供ができたことへの喜びを語っていました。第15位、浜崎あゆみ。出産年齢41歳。平成の歌姫とも言われる歌手の浜崎あゆみさん。2019年11月、浜崎さんが41歳の時に第一子の男児を極秘出産。2021年5月には第二子を出産しています。父親については明かされていませんが、関係者によると第二子の父親も第一子と同じ男性だといいます。また一部では浜崎さんのバックダンサーを務める荒木俊平さんが父親ではないかと言われています。浜崎さんは2人の息子さんと過ごす休日について、私は朝マックのハッシュドポテトが好きだけど、うちの子はハッピーセットが好き、公園にも一緒に行きますよ
と笑顔で明かしていました。第14位、相田翔子。出産年齢41歳。元ウインクで現在は女優、歌手、タレントとして活動している相田翔子さん。2008年7月31日に医師の相沢博光さんと結婚。2012年1月13日、相田さんが41歳の時に第一子となる女児を出産しています。出産は予定日より約2ヶ月早かったそうで、赤ちゃんの体重が 1866g の体重だったと明かしています。育児は予想以上に大変だったと振り返り、2、3時間おきに起きなきゃいけない状況に、2週間ぐらい、このトンネルをいつ抜けられるんだろう、と思っていたと語っています。それでも3ヶ月後には、スターダストレビューのコンサートに出演。赤ちゃんをベビーシッターさんと一緒に、ロケ現場の鬼怒川温泉まで連れて行ったこともあったそうです。第13位、橋野恵美。出産年齢、41歳。タレントで女優の橋野恵美さん。2009年1月1日、未婚6姉妹で共演した俳優、綱島豪太郎さんと結婚。2015年10月16日、橋野さんが41歳の時に第一子女児を出産しています。出産は予定外の帝王切開で行われましたが、5日後には無事に退院。出産と子育ては初経験で戸惑うことばかりだったそうで、産後に母親に手伝いに来てもらっていた時もうまく甘えられず、トイレにこもって泣いていたこともあったそうです。最も大変だったのは、生後2ヶ月の頃に母乳が溜まりすぎて胸がガチガチに固まり、乳腺炎寸前になってしまった時だそうです。連絡を取り合う鹿児島時代の同級生に慌てて電話をしたり、芸能界のママ友にアドバイスをもらいながら、なんとか乗り切ったそうですよ。第12位、滝川クリステル。出産年齢、42歳。フリーアナウンサーの滝川クリステルさん。2019年8月に衆議院議員の小泉進次郎さんと結婚。翌年1月17日、滝川クリステルさんが42歳の時に第一子男児を出産。2023年10月には第二子妊娠を公表しています。第一子については、家では何かと自己主張が強いので、これからちょっと心配ですね、と答えていた滝川さん。しかし続けてプリスクールに通っていますが、そこでもお友達と喧嘩せず、ひっくり返って泣きわめくこともないらしいです。プリスクールの先生に、精神が安定していますね、と言われ、親としては嬉しかったです、とコメントしており、順調に子育てをしている様子がうかがえました。第11位、皆川美香。出産年齢、42歳。女性写真家で映画監督でもある皆川美香さん。2007年12月、皆川さんが42歳の時に第一子、2015年9月に第二子を出産しています。皆川さんは過去に4度結婚しており、第一子は2人目か3人目、第二子は4人目である現在の旦那さんとの間にできたお子さんと言われています。仕事と子育ての両立は葛藤しているそうで、ベストマザー賞を受賞した際には、時間ではなく子さだと自分に言い聞かせて、愛情だけはしっかりと伝えようと、ここまで育ててきました、とコメントしていました。第10位、のっこ。出産年齢、42歳。フレンズなどのヒット曲を持つ、レベッカのボーカルを務めるのっこさん。1990年にレベッカの初代リーダーである小暮武彦さんと結婚をするも離婚。2001年に再婚した音楽プロデューサーのゴウホトダさんとの間に42歳で子供を授かりました。同時期にリラックスできる環境で暮らしたいと考えて、親戚もいない熱海へ移住することを決断したそうです。移住した時、娘は生後3ヶ月、初めての育児は右も左もわからない状態だったようで、特に夕方になると始まる黄昏泣きが大変だったそうです。家事は進まないし、寝不足でイライラしてしまうこともあったといいます。それでもご近所さんたちに助けられて乗り切ったようです。第9位、水野美紀。出産年齢、43歳。女優、水野美紀さんは2016年6月に俳優兼イラストレーターの唐橋充さんと結婚。翌年7月26日、水野さんが43歳の時に第一子を出産しています。出産は和室で紐を引っ張りながら産む方法を選んだことを後に明かしています。育児最初の3ヶ月の大変さは桁違いだったそうで、
その時期にはとにかく借りられる手を全て借りて乗り切るべきと振り返っていた水野さん。やがて子供の睡眠時間が伸びて自分の睡眠時間も伸び、少しずつ楽になるような感覚はあったが、大変さの質が変化しているだけのような気もするとも語っていました。第8位、田中美佐子。出産年齢43歳。女優の田中美佐子さんは1995年11月に元付き人でお笑いコンビテイク2として活動を始めたばかりの深沢邦之さんと結婚。2002年12月、田中さんが43歳の時に女児を出産しています。超多忙なスケジュールの合間を縫って不妊治療を続けた結果できた子供だったそうです。ただ出産のためにキャリアの途中で仕事を離れることへの不安はあったそうで、仕事は休むことなく治療を続けたと明かしています。ただ40歳の頃にこれまで以上に子供が欲しいという気持ちに駆られたとも語っていました。第7位、マックス7。出産年齢43歳。ダンスグループマックスのメンバー奈々さんは2016年5月8日にダンサーの千乃さんと15年にも及ぶ交際を実らせ結婚。2019年末、奈々さんが43歳の時に第一子男児を出産しています。出産時、新型コロナウイルスの感染拡大で思い描いていた生活とは違う日々となり苦労をしたそうです。初めての子育てで手探りの中、実家の両親や仲の良いお友達ともなかなか会えず不安だったといいます。そんな中、子供向けのテレビや雑誌に目を向けるようになり、アンパンマンマーチの歌詞に勇気づけられたといいます。第6位、林真理子。出産年齢44歳。日本の小説家林真理子さんは1990年にサラリーマンとお見合いをして結婚。1999年2月に44歳で長女を出産しています。高齢での出産と仕事の両立はやはり大変だったようで、毎日3時間睡眠で娘を幼稚園に送り、向かいの喫茶店で原稿を書いたり打ち合わせをしたりと多忙な日々を送っていたといいます。それでも子供を産んでよかったと語る林さん。結婚する、しない、産む、産まないは自由とした上で家族を持つのは楽しいとも語っていました。第5位、兵藤由紀。出産年齢44歳。タレントの兵藤由紀さんは1996年にミュージシャンの文田博介さんと結婚。同年に44歳で長男を出産しています。出産後は文田さんの留学先であるニューヨークに移住し、ニューヨークで子育てをすることになった兵藤さん。ニューヨークの人たちは幼い子供を連れた人にとても親切で驚いたといいます。その後、兵藤さんは身をもって日本とは異なる学校教育や親子の関係を体験、のびのびとした子供たちの環境の謎も自然に解けたといいます。そしてそんな体験談を綴ったエッセイ、子供がのびのび育つ理由、ニューヨークで見た子供と大人のいい関係も発表しています。第4位、加藤貴子。出産年齢44歳。女優の加藤貴子さんは2013年10月31日に一般男性と結婚。2014年11月7日に44歳で第一子、2017年8月22日に第二子男児を帝王切開により出産しています。ずっと子供が欲しくて妊娠を望んでいたそうですが、子供を授からないまま40代を迎えても不思議と焦りや不安はなかったという加藤さん。不妊治療を始めたのは知人の紹介で、不妊治療専門クリニックへ行ったのがきっかけだったそうです。不妊治療はそれまでの無知だった自分に対する落胆と後悔をいっぱい感じる体験だったそうですが、赤ちゃんを授かるためには命を育む母親の体が健康でなければと思うようになり、食生活や良質な睡眠なども意識するようになったそうです。第3位、ジャガー横田。出産年齢45歳。女子プロレスラーのジャガー横田さん、2004年7月に鎌倉女子大学教授を務める木下博勝さんと結婚。妊娠まで道のりは大変だったといいます。ジャガーさんは結婚後病院へ行った際、不妊の一因とみられる大きな子宮筋腫が発覚しています。ただ子宮筋腫を手術しなくても年齢的に子供を授かる確率は 2% から 3% ほどなので、無理に手術しなくてもいいのではないかと先生に言われたそうですが、わずかな希望でも
出産の可能性はゼロではないと、筋腫を切除し体外受精に臨んだといいます。夫の木下さんも不妊治療に協力的だったそうです。そして2年後の2006年5月、ジャガーさんが45歳の時に妊娠が判明しました。11月29日にハワイホノルルの病院で自然分娩にて男児を出産しています。第2位、加原智美。出産年齢45歳。消失ファミリーでも知られる歌手の加原智美さん、2019年5月4日にすでに妊娠6ヶ月で、お相手は外資系企業勤務の一般男性であることをファンクラブサイトで公表しました。そして同年8月30日に45歳で第一子男児を出産しています。2020年頃、かつての容姿とは程遠い激太りも話題となった加原さんですが、それは妊娠が関係していたといいます。本人曰く、45歳で妊娠が分かったんで大事にしなきゃいけないと思って、母親になっちゃってるんで息子のことを大事にするためには健康な母乳をあげたいと思って5人分くらい食べていたと語っていました。第1位、坂上美希。出産年齢53歳。ラジオパーソナリティでタレントの坂上美希さん、2006年3月25日に12歳年下のニュージーランド人の男性と結婚。結婚後、高齢出産に該当することを承知の上で妊娠を目指し不妊治療に取り組む中、53歳で妊娠、2012年9月10日男児を出産しました。実は40代前半で一度流産を経験していたという坂上さん、それでも子供が欲しいという気持ちに抗えず不妊治療を続けたといいます。そのため2度目の妊娠時はやっと授かったという気持ちがいっぱいだったといいます。お子さんは活発で健康な子で、寝食忘れて打ち込めるものを何か見つけてほしいと思っているそうです。いかがでしたか？今回は高齢出産した芸能人をランキング形式でご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。